稲荷口駅は愛知県豊川市駅前通り3丁目にある名古屋鉄道豊川線の駅。駅番号は TKA3。開業時から無人駅である。豊川線内で最も利用者が少ないため、かつては正月期間以外でも一部の列車が通過し、これを準急と称していた。交換設備を備えた島式ホーム1面2線の地上駅。 駅舎へは踏切を渡って入る構造となっている。駅集中管理システムが導入された無人駅である。なお車いす利用の際の連絡先は東岡崎駅である。駅集中管理システム導入以前から無人駅となっており、当時はホームのみの純粋たる無人駅であった。分岐器はスプリングポイントのため、 通過列車で行き違いがない場合でも必ず左側通行となり、下り列車には駅進入、発車時に時速 25km の速度制限がかかる。全線開通前は一時期終点であったため構内が長く取られており、一般道の踏切も2カ所ある。一番線の諏訪町方出発信号機は当駅折り返し列車用であるが、長い間赤が点灯したままとなっている。 南側には2番線の豊川稲荷駅方から分岐する留置線があったが、ほとんど使用されることなく1990年代に順次撤去されている。愛知県統計年間、豊川市の統計覚号によると、1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。豊川線の駅では最も利用客が少ないが、近年は増加傾向である。ありがとうございます。